こちらこちら。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンいんじゃん。いるね。その全国ツアーのチケットがすでにプレミアチケット化しているんだよ。そうなの？特に女性の顔を殴って顔面骨折させた岩本光がさ、法事で出演できない横浜アリーナ公演は人気なんだよ。だろうね。とはいえ抽選で外れてチケットを入手できなかった人がかなりいるみたいだな。ちなみにクジラは落選、ゼラさんは当選したのよ。悔しいです。クジラは人の悪口ばっかり言ってるから神様が落選させたんだろうな。じわる。そんなクジラと落選したスノタンに転売ヤーから安く買う方法教えてやっから。お願い。まず転売ヤーの住所を特定することな。まずが難易度高いよ。そしてその転売ヤーがいつも入浴する時間をリサーチする。シャワーかもしれないよ。それが分かったら覚悟を決めて入浴している時間にさ、あらかじめ作っておいた合鍵で侵入してチケットゲットだぜ。空き巣だし合鍵作れないし語尾がポケモンみたいになってるよ。犯罪にならないように天岐阜の5000円のやつをバスタオルの上に置いておくこと。